あのローランドはあんな肘ついて接客しないんで、ちょいちょいやっぱりそういう所作がほらもうああやって肘つくじゃないですか。ああいうのはローランドやらないんで、やっぱりその接客業としてそのローランドを真似するんであれば、その細かい所作もきちんと接客業としてやってほしい。ローランドが歌舞伎町一と認めた凄腕の裏方、黒崎店長が今宵。別に待てばよくない。3階のエレベーターを待つだけだろ。しかもシャンパン入ったわけですよ。ローランド社長は肘もつかないし、言い訳もしないし。ローランド不在のホストクラブ、黒崎店長の苦悩。時には厳しい言葉でホストたちを戒めることもあった黒崎店長。失礼極まりなくない？18万も使ってもらって、はい、マジでいいのか。視聴者も大絶賛の黒崎店長は今、ここザ・シックにいた。ローランド・チルドレンが旗揚げした新店、失敗すれば黒崎店長の責任。ローランド不在の中、その視線の先には、ローランド、これは幻なのだろうか。どう考えてもあれですよね。何ですかね。すごく似てます、本当に。ジェネリック版ローランドが。サングラスとマスクをしていれば、そこそこの完成度を誇るローランド風ホスト、ロマネ。本家ローランドと5年連れ添った黒崎店長、彼の目にこのロマネはどう映ったのか。あのローランドはあんな肘ついて接客しないんで、ちょいちょいやっぱりそういう所作がほらもうああやって肘つくじゃないですか。ああいうのはローランドやらないんで、やっぱりその接客業としてそのローランドを真似するんであれば、その細かい所作もきちんと接客業としてやってほしい。肘ついたりとか、足をこうクロスにしたりとか、やっぱそういうところがすごく出るんで、きちんとローランド社長はああいう風にならないので、姿勢もやっぱりいいし、そういうところを学んでほしいなと思います、個人的には。足クロスしてるとこ見えるし、分かるの見えないですよ。あ、いや、通った時見えるんですよ、後ろから通るとたまにやるんですよ。だから足元はマジ出るんで、すごくよく見てほしいです、全キャスト。例えばあの帽子かぶってるあの子とか、足ああやってもうクロスして、普通に座ってないじゃないですか。見えます？ああいうのもうダメですよ、接客業として。足元が一番出るんですよ、性格が。はい、要はそのおしゃれは足元かなとかよく言うんですけど、要は靴って一番遠いところにあるじゃないですか、足元が。だから一番気使えないんですよ、足元って。一番遠いから。そこが売れてる子と売れてない子の差ですよね。足元は本当に出ます、よく注意するんですけど。ロマネ、ロマネ、さっきさ、ヘルプついてた時、肘ついてたじゃん。肘がちょっとつかないようにしてた。こうやってやって、こうやって、こうやって。ロマネ多分気づいてないかもしれないけど、こうやってついてた、接客してたの。あ、一応だ、うんうん、意識はしてるのかもしれないけど、こうやって肘ついて、はいはいみたいな感じだったのよ。ゆっくりとちょっとこういく。あー、ローランド社長は肘もつかないし、言い訳もしないし、体でこうやっていくし、はい、そこの所作も、うん、ローランド風でいってほしい、うん、ちなみに売上の低いホストには帽子やサングラスなどは許されないホストの世界。ロマネは売上低迷中だが、例外的にローランドへのリスペクトを考慮し、黒崎店長からサングラスの着用を許されている。容姿はローランド、はい、でも中身はんってメッキになっちゃうとさ、はい、違うし、中身も徹底的にとことんローランドで研究し尽くしていってほしい。やっぱり細かいところ出るから、はい、絶対見返ってくれる、うん、そこをさ、はい、意識してもっとやってほしい。モノマネをするにも危険が伴う。黒崎店長にはマナーを欠いた中途半端な笑いは通用しない。
黒崎店長が目を光らせる中、この日は今日は帰らないでね夜の街全体が盛り上がりを見せる月末、締め日。3年間掃除組だったヒロミは、せーの、高級シャンパンを開け、猛烈な追い込みをかけていた。一方、彼らがつい先月まで在籍したここハーレムは閑散とした店内、日本最大級とされる大箱が大打撃を受けていた。その訳は、いつも締め日ってこんな感じですか？結局結構遅いかもしれないです。遅い方、はい、結構な人数抜けたと思うんですけど、そうですね、ホストクラブ的には20人近く抜けたので、やっぱり自然と組数も月でいうと200組以上減ったと思うので。そう、ローランドのホストクラブ閉店後、完成させてください。ローランドチルドレンはハーレムの主軸として大躍進。瞬く間にグループ全体で400名を超えるホストの中、なんと年間売上1位と3位を記録。そんなローランド・チルドレンがこぞって新たな店シックに行ってしまった。ハーレムの幹部ホストもこの状況に戸惑いを隠せない。でも今別れてすごいみたいよ、向こう。だってなんか今、なんか中間ぐらいでなんか俺もうグループの中の超上位にいるみたいな噂を聞いてた。ザ・シック側が、店舗側がめちゃめちゃすごいって。あれ負けちゃうよ、悔しいと思ったからこんなに素敵なものを入れてた。そういうこと、そういう背景がありました。はい、このシャンパンにはシックの話してたと思うんですけど、はい、やっぱ気になるもんですか？結構気になりますね。結構気になりますよ。正直でかいですね。でもやっぱエイトだったりシュンちゃんなりリクだったり、まあ、できる人間が多かったわけじゃないですか。だからそこは抜けたっていうのはでかいですし、まあハーレム側のプラスで言ったら、やっぱその分相当燃えてると思いますよ。拡大点して、あのハーレム1ヶ月目よりも今シックが抜けた1ヶ月目が一番みんな燃えてると思いますよ。やっぱり負けたくないで。先輩として手塩にかけ育てたホストたち、移籍後すぐの下克上、窮地に立たされても失ってはいない巨大ホストクラブの意地。売られた喧嘩には結果で応えるしかない。しかしハーレムが失ったのは売れっ子ホストたちだけではない。黒崎さんも向こう行ったわけじゃないですか。そうですね。なんか仕事は増えるもんなんですか？あの人自体はあの仕事ものすごく多分見せない人だと思うんで、あの、はい、努力してる姿とかを見せない人。僕自身何か変わったかっていうと、なんかすごいあの人に守られてたなと思うんで、責任感がちょっと高くなったかもしれないですね。従業員のことをよくアドバイスしてる姿を営業中から見てたんで、それがすごい大きな自分で足りてないところなのかなって思うので、そこまではっきりアドバイスしてあげれることって少ないんで、はい、自分の次の課題かなと思います。そんな黒崎店長のいるザ・シック、あの大炎上ホストヒロミを再びロックオン。あ、さっき何エレベーターで待ってたじゃん。はい。ほんでなんで階段で降りたの？ああ、エレベーター来なかったから。あ、どこ行くんですか？はい、ちょっと行きます。お金を下ろしに。高額シャンパンを入れてくれたお客さん、外に出るのに付き添うヒロミだが、別に待てばよくない？来ないからお客様に階段で降りようって一緒に階段で降りたの。なんで？お客様がもう待てないから階段で降りようって言ってきたの、それともヒロミから促したの？はい、階段で降りようって、はい、3階段
ったぞうち、はい、そんな10分とか5分待たなくない、はい、3階のエレベーターを待つだけだろ。しかもシャンパン入ったわけでしょ。逆にヒロミがそういう飲食店とか何でもいいけどで行くじゃん、はい、でエレベーターがちゃんと動いてんのに、はい、店員さんがちょっとまずいんで階段に行きましょうっつってえってならない？いや普通になると思うよ、はい、多分、うん、そういうところが気遣いだよ普通に純粋に、うん、そんな急ぐことでもなくないそもそも、うん、そういう意識を持てる、はい、友達じゃないんだから、はい、分かった、はい、よく考えましょう、はい、頼むね、はい、黒崎店長の指導は常に具体的。その指導の先には必ずお客の気持ちが見えてくる。ローランド・チルドレンの目覚ましい成長、その陰には常に黒崎店長の姿があった。次回ローランドに憧れた若き3人のホストたち、涙が止まらない。その訳とは。そんな中、俺がナンバーワンだぞと、ハーレムが負けてるみたいなのマジで嫌なんで。ハーレムのナンバーワンが絶対王者の意地を見せる。ローランド・チルドレンと歌舞伎町最大級のホストクラブ、最後に笑うのは。今月いくらだったんですか。まあ、そして食べに行くところは焼肉キングとユズアンです食べ放題です。驚愕黒崎店長の給料事情初公開。